帯状方針とは、追悼、帯状方針ウイルスによって引き起こされる、ウイルス感染症の一種。胸部の帯状方針帯状方針84歳、男性3両日目、1年の中で特に起こりやすいという時期はないとされていたが、宮崎県内の医療機関が1997から2006年に、いった48,388例に対する調査では、8月に多く冬は少なく、 体調方針と水筒の流行は逆の関係にある。この現象は10年間毎年観測された。この調査とは別に年齢的に水筒患者数の多い小児との接触の機会の多い幼稚園や保育園の従事者には体調方針の患者数が少ないことも明らかになっている。これはウイルスとの接触によりブースター効果が起き免疫化が高くなり、 体調方針が発症しがたくなっていると考えられる。一般的には体調を崩しやすい季節の変わり目に多い。基本的には一生に一回であることが多いが、二回以上罹患する人もいる。再発するのは5%以下。ただし、全身性エリテマトーデスなどの抗原病や、抗転性免疫不全症候群、骨髄疾患や免疫抑制薬などで、 CD4 の免疫機能が低下していると短期間に何回も繰り返す。また、2014年10月より水痘ワクチンの1から2歳児を対象とした定期接種が実施されたことで、体上方針患者の急増が認められている。体上方針の活性化時期には、体液中に水痘ウイルスが存在する可能性があり、高校内から検出されることもある。 また、皮膚と皮膚の接触感染はもちろん、体液感染、飛沫感染、空気感染、物品を介しての伝染もある。妊娠中に、帯状方針を発症しても、避妊娠時と経過は変わらず、先天期刑は起こらないと言われているが、帯状方針は帯児に感染するので、産婦人科での診察が必要である。高齢者の場合、神経痛が強く残ることがある。方針後神経痛。 帯状方針後神経痛という、頭痛治癒は長引く傾向がある。帯状方針は、潜伏感染している、水筒帯状方針ウイルスの再活性化が原因で、あって、他人から感染して発症するわけではない。しかし、水筒を罹患したことがない人物には、接触感染などで水筒として感染する恐れがある。一度水筒に罹患すると、たとえ治癒しても、 水筒のウイルスが神経節中に潜伏している状態が続く。ストレスや診労老齢、抗がん剤治療、HIV の進行、太陽光等の刺激などにより免疫力が低下するとウイルスが神経細胞を取り囲んでいるサテライト細胞の中で再度増殖する。この増殖によって生じるのが帯状方針である。ウイルス再活性化のメカニズムは不明。 60歳代を中心に50歳代から70歳代に多く見られるが、過労やストレスが引き金で若い人に発症することもある。年齢が若いから軽症で済むとは限らず、その患者の抵抗力により重症度が決定される。初期に軽症であっても無理をすることでいくらでも重症化する疾患である。ごく稀に骨髄移植に伴いドナーが保有していた。 病原体により移植後に発症することがある。初期の発疹近く神経の走行に一致して、皮脂出現の数日前から違和感や疼痛が出現することが多い。その後一般に、帯状に、高色急診、不腫性後半、幸運を伴う、小水泡が劣女性に出現し、疼痛や疼過油感を伴う。神経痛、神経障害のみで皮疹が出ないという病態もある。 2週間以上治癒しない場合、免疫機能の異常が考えられる。症状や発症部位によっては合併症として一過がある。また、稀に特徴的な発疹を生じずに、脊髄炎を起こした例や、歯槽骨の絵師、葉の脱落が発生することもある。なお、歯槽骨以外の骨の絵師の報告はない。体重方針後神経痛とは、 体上方針に伴う神経痛様頭痛の総称で、皮脂が生じている最中の激しい頭痛と、皮脂治癒後に継続する痛みである。なお、皮脂発症後1から3ヶ月を超えて残る頭痛は、体上方針後神経痛と呼ばれる。これは、急性期の炎症によって、神経に強い損傷が生じたことで起きる。急性期の痛みは、皮膚の炎症や、 神経の炎症によるが、体上方針後神経痛は神経の損傷によるものなので、痛みが残った場合は、ペインクリニックで麻酔科医による神経ブロック注射の麻酔が必要になる。なおこの症状は、皮膚症状が重症な人、眠れないほどの痛みがある人、または高齢者ほど残りやすいと切れ、約30%が体上方針後神経痛に移行するとの報告がある。 臨床症状と経過で容易に診断できるが、時に無視さされ、接触皮膚炎、単純ヘルペス、追悼、自己免疫性水疱症、熱症などの疾患と鑑別を要することがある。体調方針は、どの部位に、どのような形で出るかも、不明ということもあり、早めの兆候を見逃さず、症状を過小評価しないことが大切である。特に上気の目、顔面神経麻痺、 暴行直腸障害は、非診出現から1週間以上経過した後に、出現することもあり、注意を要する。産区試験は、水泡内容物を、マツ標本とし、義務座染色を行い、巨細法を検出する検査で、体上方針以外でも巨細法は、ただ認められるが、迅速診断としての有用性は高い。確定診断としては、 水泡内容物のウイルス抗原を検出する方法、水泡内容物や血液中のウイルス DNA を PCR 法で検出する方法、血清育抗体化の上昇を確認する方法があるが通常は行われない。一般の VZV モノクローナル抗体は HSV でも抗原抗体反応を起こす。アシクロビル、ビダラ,ラビン、バラシクロビル、 ファムシクロビルの抗ウイルス薬が有効で、点滴や内服による治療により治癒までの期間短縮が期待できる。ただし、抗ウイルス薬は、水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖抑制効果しかなく、病初期72時間以内に投与しないと効果が期待できない。よって、病初期以外は症状を緩和する対症療法が主となる。同時に、 安静にし体力を回復することも大切である。適切な治療が行われれば、早ければ1週間ほどで水泡は、かさぶたが沸かし治癒する。程度により水泡部が反抗化することもある。体上方針の出現している時の急性気筒痛に、対しては、アセトアミノフェン、トラマドール、リン酸コデイン、アミトリプチリンが、欧米で使用されている。 またステロイド系抗炎症薬の投与も、急性期の疼痛を除去する作用がある。体状方針後神経痛は治癒した後も後遺症として残ることがある。目と関係する顔面神経で神経痛様頭痛が発症した際に適切な治療をしなければ視力に影響が出ることがある。神経痛様頭痛に対する治療法は確立していないが、 頭痛に対し漢方薬による頭痛緩和療法や心急療法が行われることもある。必要に応じ、対象療法として神経節ブロック、理学療法、ヒステロイド性抗炎症薬、三関系抗うつ薬、抗継連薬、レーザー治療を行う。体上方針後神経痛の治療法具体例として以下のものが挙げられる。因は保険適用外である。 水筒ワクチン、体上方針ワクチン上記の通り、体上方針は潜伏感染している、水筒体上方針ウイルスの再活性化によって引き起こされるため、そもそも水筒に罹患しなければ、体上方針は発症しない。2014年10月1日より、水筒ワクチンが定期接種になり、今後は水筒罹患者が将来的には、体上方針発症者の低下が期待される。 なおワクチンによる免疫は3年から11年で減弱するとされている。アメリカ合衆国での研究では、水筒ワクチンを数万人の50歳以上の成人に接種することで、体重方針の発症を対象群の半分に主観的に痛みを残す人を3分の1に減らすことができたデータもある。2006年に米国では60歳以上を対象とする。 対上方針ワクチンとして承認された。このワクチンはいわゆる水暴走のワクチンのことであり、1987年3月に日本で承認された大阪大学微生物病研究所が製造している水糖ワクチン、美研である。アメリカ合衆国のみならず、欧州連合など30カ国以上で対上方針の予防目的で広く使われている。 日本でも2004年4月に接種対象者として、水糖ウイルスに対して免疫能が低下した高齢者が追加され、2016年3月には効果、効能として50歳以上のものに対する体重方針の予防が追加されたが、費用は自由診療となる。免疫力が落ちてくる60代以上の高齢者で体重方針をしたことがない人には、 体上方針後神経痛を回避するためにも、水筒ワクチンの使用が推奨される。免疫抑制剤を使用することになった患者で、体上方針ワクチン接種を受けた者、受けていない者を対象に前向き個包と研究を行った研究がある。体上方針の発生率は、免疫抑制剤使用後において、水筒ワクチン接種により、約42%低下した。 2018年3月23日、ジャパンワクチン及びグラクススミスクラインは、世界初となる、体重方針サブユニットワクチンのシングリックスを開発し、日本での製造承認を受けた。2020年1月から流通が始まり、50歳以上の成人に2ヶ月間隔で2回接種される。今後、体重方針の予防目的としての、水筒性ワクチンの使用は減少し、 サブユニットワクチンに移行するものと思われる。体上方針の発信中後に、神経痛が発症することがあるが、この痛みは、冷やすと悪化し、温めると緩和される傾向がある。水泡が破れると、緑脳菌や、黄色ブドウ球菌などの可能性疾患の原因となる、細菌の二次感染が起こりやすくなるため、細菌による可能を防ぐため、水泡は破らないよう注意する。また、 入浴に関しては、医師の判断が必要。体上方針という病気は、身近な病気であり、日本の各地に方言が存在する。東北、北関東地方では、つづらご、白蛇、南関東では、ひつらご、中部地方では、つづらご、帯草、関西地方では、銅巻、たすき、帯、中国四国地方では、銅巻、けさ、けさがけ、けさう、 九州地方では、道巻、タズ、ヘビタン、タン等という、ありがとうございます。